ナメコは、萌木竹か杉竹族のキノコの一種、日本、台湾などに分布する。学名は、1929年に、伊藤徳太郎により、日本語の、ナメコから、カリビアナメコと命名された。その後に族が移され払いおったナメコへ水筒&、今井が広く使われていた。しかし2008年、1850年に上がりくす、マイケロスポーリスとして記載されていた。 ヒマラヤ産のファラヨッタマイケロスパー作と同一種だと結論付けられ、校舎が有効名だと報告された。秋、ブナやナラなどの枯れ木や、切り株などに単独、または群生する。執事は、帯だしいゼラチン質の粘性物質のムチンが分泌しており、なめたけ、ぬめりたけと呼ぶ地域もある。茶褐色の傘と白色または、茶色の茎、ゼラチン質で茶色のひだを持つ。 天然のものと人工栽培のものがある。近年は広く人工栽培が行われ、栽培の方法も主に原木栽培と金賞栽培の二通りの方法があり、一般に市場に流通しているのは金賞栽培品である。多くのメーカーから資金が販売されており、外金に対する抵抗力が比較的強く家庭栽培も容易に行える。 ナメコ栄養価の代表値実際の栄養価は、栽培条件、生育環境、培地添化成分などで異なるため記載されている値は代表値である。食用で味噌汁や蕎麦の具お浸し、炒め物をはじめとして、料理に対応される。傘の開ききっていない小さなものはツルツルとした喉越しが楽しめる。 傘の開いた大きなものは直火焼きなどで香りとシャキシャキとした歯応えが楽しめる。ぬめりが乾いた状態では天然のエノキタケに煮る。日本では主に1 0 0ム程度に小分けされたものが流通している。ナメコ類地の食用キノコはぬめりすぎタケ、ぬめりすぎタケもどきチャナメツムタケ、白ロナメツムタケがある。紅葉樹が使用され、新葉樹は使用されない。現在では 流通しているものは、ほとんどが、金賞栽培品である。原木栽培では、短期、普通長期、バツネポーで栽培され、主菌の摂取は、小牧、ぬかどこにより行う。原木栽培の場合、林間の通風があり、湿度が幾分多め、水はけの良い、比較的明るい場所が適する。一般には5月頃に主菌を摂取し、摂取後に夏を過ぎた秋から冬にかけて、 発生をはじめ、原木の樹種により3年間から7年間収穫される。金を原木に埋め込んだ後に牢などで蓋をした場合、特に安定して育つ。金賞栽培のナメコかつては、平箱で、主金摂取後、自然状態と変わらない、環境下での野外栽培も行われていた。現在では、栽培周期を短くするため、空調管理された室内で、平箱、ブロック、 瓶で栽培される。効率化と栽培周期を短くするため、瓶栽培が主流となりつつある。菌死体が培地内に蔓延すると pH は酸性側に傾くため、培養中に pH を測定することで、培地熟度を判定できる。菌床培地には、紅葉樹のおがくずに、小ぬかやふすまを混ぜたものが使用される。北海道立林産試験場の研究では、 乾燥オからを混合した培地で生産した場合、増収と生育日数の短縮効果が得られたとしている栽培特性。ありがとうございます。